I'm not afraid to die.
ンシャイン栄グランド広場にお越しください。本当にありがとうございます。ありがとうございます。突然ですが、皆さんは自分が思っていることを相手に伝えるときになかなか伝わらなくてもどかしい思いをしたり、誰かの心ない言葉で曲げた言葉で伝わってしまったりしたことってありますか？私たちアイドルとしてこうやってステージに立っています。今テレビや SNS いろんなところで私たちや私たち以外のアイドル、芸能人、いろんな人のニュースやメディアがいろいろ公開されてますよね。すごく便利だし、いろんな人の考えをすぐ見ることができる便利な時代だなって思うけれども、その一方で悪意のある切り取りや、もしかしたら善意のある切り取りでも、本当に自分が伝えたいこと、相手が伝えたかったこと伝わらない、そんなことが頻繁に起こっているって私は最近すごく思ってます。でもそれはそうなんですよ。私たち当事者、何かを発信している人たちですら、顔を合わせてこうやって喋っても伝わらないことってたくさんあるのに、画面を通してましてや切り取った一部だけで何もわからないのは当然だって私たちは思ってます。何が言いたいかっていうと、何も現場に来て何も確かめてない人より、こうやって今通りすがりでもこうやって聞いてくれている初めましてのあなたや、こうやって現場に足を踏み入れてくれている、足を運んでくれているあなたを私たちは大切にしたいって思ってます。ラスト、私たちこんなグループだよって伝わらないかもしれないけれども、ほんの少しでも伝わるように未来へつなぐ歌を歌いたいと思います。ラスト、皆さん手のひら出せますか？その手のひら前に、心の中でもいいよ、実際出してくれたらもっともっと嬉しい。一緒に一体になって最後まで楽しんでいきましょう。未来ロジック。
もう一度、良い試練で見ませんか？アキュールでした。